白石の花は、愛媛県松山市にある岬、瀬戸内海、時灘に面している。白石の花と龍神社白石の花の巨石松山観光校の北側、西北にやや突き出した形をしており、西は高浜瀬戸にて隔てられ、午後,後島が控える。沖合は、松山港と広島港などとを結ぶ航路があり、カーフェリーや高速船等が行き交っている。 北北東の海上には、いずれも岩礁であるが、中野瀬と犬の頭島とがある。北方遠くには、北条鹿島が見える。岬の付近は小規模な砂浜と河口岩による岩石海岸とが連続している。瀬戸内海国立公園の区域に編入されている。背後の山腹では、伊予関東などの柑橘類の栽培が営まれている。付近に民家等はない。 突端には、龍神社があり、沖合約40メートルの位置には海上に、花崗岩の巨石が5個積み重なったところがあり、その岩のほぼ中央に、隙間があり、春分、秋分の日前後の数日、夕日が差すことが近年発見されている。地元の歴史研究家によると、古代には何らかの祭祀に関わっていたのではないかと、指摘されており、今後の調査が待たれている。 岬付近では磯釣りを楽しむ釣り客も見られる。岬の突端近くに県道が通過している。駐車場等の施設はないが、県道から岬突端までは海岸沿いに遊歩道がある。会場の巨石群古代遺跡では愛媛。読売オンラインオリジナルの2009年4月27日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/2009-042717401/http:// <ッ> www.yomiuri COJPE Japan 愛媛ニュース29422と 8T0G105HTM ありがとうございます。